皆さんこんにちは、お絵かきうまくなるクラブのアドです。本日はですね、唇の描き方を皆さんと考えていきたいなと思います。でそこでですね、唇の描き方でおそらく、皆さんが難しいなと思う方が悩まれるポイントなんですけれども、形取りと、あとは形取りと質感表現と、この2つに分類されると思うんですけども、まずは形取りについて、アドがこれいいんじゃないかっていう、ね、練習方法を考えてきました。今回唇を描く練習で多分最適なのはこのね、マリオの、パックンフラワーを描きまくるっていうのはどうかなというねことで、人の人体の中の唇ってなるとちょっと大変なややこしくなるんですけども、唇で重要なのは意外とですね、意外とこの唇の部分のこのアーチ、こういうアーチですよね、言ってみれば魚の唇みたいなところを把握できるかどうかということで、例えば唇を描くときもこういう感じで、こういうワイヤーというか、こういうもの、単純にね、この単純にこういう形がシンプルに描けるかどうかっていうのがかなり肝になってくるかなと思います。こういう感じのこの形ですね、唇リアルに描くっていうよりもこういうシンプルな形をまずは正確にこう描けるかどうか、こういう感じです。これがすごく大事になってくると思います。でその次にこういうシンプルな唇に対してこういうふうに影つけたりとかしていくところからかなとは思います。まあこれはちょっとリアルな唇をね描くときに至ってはという感じなんですけども、でなかなかこういう人の顔を描くってなるとストレスがかかると思うので、今回このシンプルな、こういうなんていうんですか、パカパカカスタネットみたいなものを、形を感覚的に描けるようになるためにということで、このパックンをですね、どんどん描いていけばいいんじゃないかなと思います。例えばこのアングルだと、これをね人の顔の口の部分に埋め込んだらいいだけなので、さらにこれを描いていくうちに簡単な形を取る方法っていうのが皆さんどんどん自分の中で編み出されてくると思います。例えばこのワイヤーの部分、この分厚さを無視してこの唇をですね、こうやって紐だけで取る、紐だけで取った後に、こうやって肉厚感を取る、肉厚感を取ると、ワイヤーを取った後にこの肉厚を取る、ちょっとコツをつかんできた方はこうやって奥にあるものは影をつけたりしながら、立体感をつけていってもいいかもしれないです。こんな感じで次行ってみましょう。パックンの口、なかなかね違うアングルをどんどんチャレンジしていってもらえたらと思います。パックンの口です。まずはこのワイヤーでこう取ります。口のワイヤーを取ったら、次はこの分厚さ、例えばこのセンターの線をじゃあ次取ってみようかなとかね、センターの線取ってみよう、次奥のこの折りたたんでるとこ取ってみようかなとか、でこうやって順番にねこうやって取っていくわけです。どこから形を取ったら取りやすいかを自分でこう見出していくというかね、今この手前の辺を取りましたよね。手前の辺を取った方が描きやすいんです。次奥側、こちら側も奥側で、その次にここでつないでいくと、これで唇の完成です、はい、でまたこの奥の方はじゃあ影こうやって落ちるなとかね、奥は光が当たらないなとか考えながら、このシンプルな唇というよりはこのパックンの口、これをしっかり形取りできるようになる、なればもう本当にあとは人の顔の、お口の部分にこのパックンをね埋め込めばいいだけだなとかね、ワイヤーから取って、でもう一つこのパックンの口にプラスオンしてですね、人の唇の特徴としてポイントになる部分がありまして、皆さんちょっと慣れるまでこのパックン帳、描く練習をしていただいて、もう一つ人の口を次観察してみていただいたら分かると思うんですけども、全くパックンと同じ形になってます。なので、この唇の分厚さのこの唇のアーチに沿ってまずはワイヤーを引きます。下唇もワイヤーを引きます。あとは肉厚をつけていくだけなんですけれども、その時に人の唇の特徴としてですね、正面から見たらわかると思うんですけども、こんな感じで、人の唇はですね、こんな感じで真ん中にぷっくり、
下にもボリュームがありますよね。で両サイドという感じになってます。なので、また同じようにね、こうパックみたいにワイヤーを取ってもらって、この人の口の特徴は、まず上唇ですね。上唇真ん中にボリュームがあります。真ん中にボリュームがあります。で下唇も真ん中にボリュームがあると。でここに小ボリューム、この辺も小ボリュームということで、ワイヤーを取った後にこの、ソーセージみたいなボリュームだけつけてもらって、あとはつなぐだけです。このボリュームを意識しながら、このボリュームを意識しながら、パックンの唇を完成させる、もしくはパックンの唇を描いてから、この人の唇ならではのぷっくりをつけていってもいいかなとは思うんですけども、こんな感じです。これで人の唇は完成ということで、今のパックンチョの理論とこのソーセージみたいなボテッとしたのをつけていくっていうところを考えながら、もう一回ちょっと形を取っていってみたいと思います。この唇、開いた唇、人の顔っていうところは一旦無視して、唇の形に沿ってワイヤーを通してあげます。はい、そしたら次は、僕としては初めにね、あのパックンチョの形作った方がやりやすいかなと思うんですけど、こんな感じで手前の辺から取っていってあげます。手前の辺から取って、その後奥側の辺取ってあげると取りやすいです。こんな感じですね。歯とかは一旦無視していただいて、これでパックンチョの唇完成ということで、次に、ソーセージボリュームをつけていきます。センターと、まあ人それぞれだとは思うんですけども、センターに特にボリュームがあるという感じです。でここ鼻の下のくぼみがあるので、でその後ここからこのボリュームを意識しながらつないでいってみてください。人の唇がこれで糸も簡単にですね完成します。パックンチョの唇プラス人の唇ならではのこのボリューム感、それを意識して線をつないでいってあげます。どうでしょうか、人の唇っぽくなったかなとは思うんですけども、それに対して歯とかね、こういう唇の側面とか、こうやって歯を、奥歯とかね、で、ベロとかで、この暗いところだけシャドウを入れてあげたりしたら、あっという間にこの口の完成という形になります。なのでこの唇、このパックンチョのところとか参考にしていただければと思います。ではですね、形取りはこんな感じになります。次は人の顔の中で唇がどう見えるか、ちょっとみんなと見ていきたいと思います。今までいつもと同じようにね、前回と同じように、人の顔をちょっと形取って唇を配置してみたいと思います。いつもと同じようにヘルメットかぶせますね。まずはヘルメットかぶせます。こんな感じ、シンプルなヘルメットをかぶっていただきまして、その次に前回は鼻の取り方をやったと思うんですけども、同じようにじゃあ鼻の取り方ということで、眉間から取りまして、鼻の底面ですね、底面を取るとお伝えしたと思います。で目を取りまして、これ目のくぼみですよね。さあそして口はここにですね、口の筋肉が一応こんな感じでついてます。膨らみというかボテッとした、だからこうやって丸で形を取るの結構いいかなと思うんですけども、口の周りの筋肉、顎の筋肉というようなイメージです。これでちょっとチェックしてもらったら分かると思うんですけども、こんな感じです。人の口の周りの筋肉、こんな感じで、ここですね、ここの周りの唇の外にもう一周唇がついてるような感じです。こうやって唇があったとしたら、その周りにもう一周唇があるような、そんなイメージになってます。ということで、まあ、この人体模型アプリ、アートポーズというアプリなんでね、ぜひちょっとダウンロードしていただいて、いやそれはさておき、次この人の顔の中にある唇ということで、ここまで来たらまた、パックンを描く要領で、このワイヤーをどうのこうのって言ってるんですけども、慣れてきたらね、もうそんなことは考えなくてもいけるようになります。で、シンプルにパックンチョ唇をまずは形取ってあげます。パックンチョ唇こんな感じです。で、あとはこちらにセンターにボリューム、センターにボリュームという感じで、あとは上から形を取ってあげます。センターボリュームとこういった感じで唇と、こうですね。でこう
あとはここの口角、ここの上がり方、下がり方で表情はどんどん変わってきます。こういう全体のつながりを見ながら、まあ、各パーツを覚えていくと、全体的に描くときには役立つかなと思います。鼻、唇、目という感じでどんどん皆さんと制覇していけたらなと思います。こんな感じです。これが唇、人の顔の中の唇です。でもう一人違う顔で行ってみたいと思います。ここはセンターですね。真ん中の正面からの顔ということで、こんな感じでヘルメットを描きまして、ヘルメットを描いたら、眉間から目の穴を描いてあげまして、鼻の底面描いてあげます。そしたらこの辺に口のポイントを取ってあげまして、穴を開けます。もう今回はこの真ん中のアングルなので、パックンチもクソもないので、とりあえずセンターにボリュームを取ってあげて、センターにボリュームを取ってあげたら、次はまた形取りと。もうね、描きまくってると大概こんな形なんだろうというふうに、大体ね、また見えてくると思うので、皆さんそれぞれの描き方を見つけていっていただければと思います。こんな感じで正面の唇と、正面の唇に対して鼻がどう生えているのかとかね、配置も見ながら描いていくと、こんな感じです。どんどんね、口描くのが楽しくなってくると思います。で、正面のアングルが正直一番なんか難しいというかね、立体感が出しづらいということで、鼻とそこは似てるかなと思うんですけども、では、形取りはここまでということで、ここからは、着色も含めて、唇をちょっと描いていこうと思います。なので今回描く唇はですね、これこちらが一番なんか分かりやすい気はします。この唇を、ではパックンチョの理論を、入れながらですね、描いていきたいと思います。まあ、これが一番ねツヤツヤで、なんかちょっと絵としては映えるかなとは思うんですけども、こんなツヤツヤな唇ねえぞということでね、はい、これを描いていきたいと思います。では先ほどと同じように、パックンチョの理論で描いていきたいと思います。まずは、まあ、アドはいつも描くときはね、全体のシルエットからこう形を取る癖はあります。で、パックンのワイヤーを通してあげます。パックンのワイヤーと、で、センターのボリューム、センターのボリューム取りつつ手前から取っていきます。センターと手前からって感じですね。はい、こちらもセンターボリューム取って手前と、手前、そしたらこの手前からの奥、奥、こちらは奥は見えないですね、向こう側ということで、そして歯があるよと、こんな感じです。この辺の口周りの部分までちょっと今回は形取ってあげます。奥の輪郭、そしてこの鼻の上のここですね、はい、ここまでで形取り OK ということで、次はこの上に線をちょっと決めていきたいと思います。清書になります。さっきの下書きの上から、正式にね形を取っていくと、で歯と下の歯ですね。さあ、これで唇の下書きは完了という形になります。こんなもんですかね。さあ、では着色の前に、陰影の把握を、このにじんだインクで陰影の把握をしていこうかなと思います。今回は右上から光が当たっていますということで、まずこの唇、一つずつ強い影から見ていきたいと思います。このセンターのぷっくりが落とす影が奥に、センターのぷっくりが落とす影が奥に落ちてますよね。
で、この奥のぷっくりのこの厚み、はい、でこの下のこの唇、この唇自体が落とす影、この顎の下に落とす影、顎の下に落とす影と右上からなので、この唇が落とすこの影、はい、で、あとはここの唇のシワが落とす影、シワが落とす影と、まあこれは唇はこのツヤの出方とかによってだいぶ見え方が変わってくるかなと思うんですけれども、あとはこの辺の影と、あとこの唇の左下の影、この縁の方はこの辺からの反射光でまたちょっと光っているんですけれども、その辺は着色時に、意識したいと思います。そしてこの歯が、唇が歯に落とす薄い影と、薄い影、そして歯の間のこの暗い部分の隙間ですね、こんな感じで大まかな影はこんな感じになってます。では続いて、着色ということで、着色はですね、この下書きの下にレイヤーを引いて、今回はこのリードっていう、このリードという筆がすごく便利なので、このリードっていう筆を紹介しながら塗っていきたいと思います。どっちかというと漫画家のインク、ペン入れのインクにちょっと近いものがあるかなと思うんですけども、まずはベースカラーを、塗っていきます。質感表現も含めながら、やっぱりツヤツヤなので、結構なんというかハイライトとかもねしっかり入って描くという感じになります。まあベースのカラー大体でいいので、ピンクみたいな感じですかね、うん、これぐらいの色で1回まずは全体に入れます。唇のベースの色を全体に入れます。一色でこうやって塗っていってもいいですし、この選択ツールを使って、まあ、時間がない方とかにはこれの方がいいかもしれないですね。こうやって選択しまして、レイヤーで、塗りつぶしと終わりです。こちらも同じく、ここからガーッと選択していただいて、レイヤーで、塗りつぶし、はい、であとは足りてない部分は筆を使って細かくね着色してあげます。こちらもこれで十分ね唇っぽくなってきたんじゃないかなと思います。先ほど紹介したあのパックンチョのねシンプルな唇を描くっていうところ、あとは、このボリュームですね、人の唇ならではのこのボリューム感を意識しながら形取りという形になります。さあここまでベースを塗ってもらいました。すると次はこの中側にもベースを塗ってあげます。ちょっとだけ黄色み赤みオレンジみの入ったグレーですかね、これはまた別のレイヤーを作っていただいて歯を塗ります。歯を塗ります。はい、これで完了と。あとは周りの肌色も少しだけ着色したいと思います。なので周りの本当に近場のね周辺の肌だけ、この着色の確認のためにも周りのところも塗るっていうのはちょっと大事かなと思うの でこのリードはね横に倒すとだいぶ太くなります。で立てると細いっていうね、はい、こんな感じで多分練習にはなるかなと思います。では唇に塗っていきたいと思います。唇こういう塗るときは、レイヤーを選択してもらって、その上から塗っていくとここ以外ははみ出さないですよということで、とても便利な機能です。ではここからはですね、あの一つ一つあの冷静に見ていけば着色は可能ということで、まずはこの色に対して、ちょっと暗めの色、一段階暗めの色なので明度ちょっと下げて、サイドちょっと上げてあげる、これだけで大丈夫です。それで、少し暗めの部分塗ってあげます。こんな感じではみ出しても色はつかないので、思いっきりよくね、急いで描いてもはみ出せないです。こんな感じで、ある程度影ができる部分、暗い部分に塗っていってあげて、唇を2回以上で分けてあげます。あとここら辺ですね、この辺と、
あとはこの辺ですね、左下右上からの光なので、まあ、シンプルにこの辺が暗くなるだろうとよく予測されるというか、実際暗くなると、はい、この二階調でもそもそも大体それらしく見えるかなと思います。でその次、もう少し明るめの色、もう少し明るめの色を、こちらに一段階、次はもう一つまあまあ暗めのところに、塗っていきます。まあまあ暗めの場所、今はねこの質感とかあんまり考えない方が整理しやすいかもしれないですね。唇のツヤ感とかは考えずに、例えばただのこれがもうゴムでできた何かだと思って純粋な着色をしていくと、質感は一旦無視ですね。質感は一旦無視です。で、この辺も一段階上の暗さで、この辺とという感じで、そして、こちらもこんな感じで塗っていきます。はい、そしたら次はですね、さらにこちらよりもちょいと明るめの色、ちょいと明るめの色、もうこの辺まで来るとベースカラーとの境がほぼなくなってくると思います。これで多分境界の馴染みもだいぶ、できてるんじゃないかなとは思います。こんな感じで境界線をどんどんね馴染ませていってあげます。はい、ここまで塗るともう大体のベースの立体感っていうのはできてると思うので、先ほど塗った一番暗い色のもう一段階暗い色いってみます。こんな感じで順番順番にね、着色していくと、すごい整理されて、ストレスなく着色ができます。なので、まあ、観察も大事なんですけれども、観察して描くとどうしてもね時間が多分かかってしまうと思うので、ある程度自分の中で整理して、まあ、現実通りじゃなくてもいいのでね、着色していってあげます。おそらくここは暗くなるはずだという感じでも大丈夫です。はい、ここまででもうほぼほぼ、一旦着色っていうところは OK かなと思います。あとは、人のこの生々しさ、唇らしさを出すためにも、一旦ここでですね、例えばこの唇の、一旦ハイライトですね、ハイライト入れていきたいと思います。超絶明るめの色です。超絶明るめの色を入れていきます。こんな感じでちょっと細かめにね、唇のシワが織りなす光ということで、これは溝に光が、溝の角に光がね当たっているということですよね。溝の角に、この唇のシワの溝の角に光が当たっていってます。なので、まあ、大体の感じでいいです。適当にちょいちょいとね、不自然にならないように、溝の角に光を当てていってあげます。これで上唇は完了、下唇も、溝の角に光を、当てていってあげます。溝の角に光を当てます。この辺もですね、溝の角に光を当てていってあげてください。この辺になると本当に細かいね、ハイライトが集まっていっております。こんな感じでもう縁自体にもだいぶ明るくて境界がなくなっていくというか、こんな感じです。はい、今ハイライト、当ててあげまして、続いて真っ白の光を次は当てていってあげます。ここではこの黒い下書きの上からつけたいので、ちょっと一番上にレイヤーを作りまして、何個かちゃんとした光を当ててあげます。こんな感じで光っておりますと、こちらの上の方にも強い光を当ててあげます。そしたら次はですね、このハイライトが角に当たっているということで、ハイライトのですね、右横です。このハイライトの
ハイライトの右横にちょっと暗めの色を、例えばここでしたらこんな感じで入れてあげるだけで、溝の角に、ね、光が当たっているというのが伝わります。なので今散りばめたハイライトの右横に同じように影を入れていってあげてください。この辺のセンターでしたらセンターのこのシワとちょっと織り交ぜながらね、ここからはもう一番上のレイヤーに描いていって下書きを消していく感じです。途中までは、黒レイヤーの下に引いて下書きを参考に着色していくんですが、ある程度までいけたら、一番上にもう一度レイヤーを引いてっていう感じですね。そこで清掃していくと、この辺も同じように光の横に影を入れていってあげます。ここですね、このセンターのシワっていうのはちょっと強めに入れてあげます。こんな感じでどんどんこうつなげていってあげる、下書きを利用しながらね、下書きを利用しながらつなげていってあげます。はい、あとは一番上のレイヤーにこの辺にも、シャドウを入れていってあげます。黒じゃなくてね、しっかり唇の色で、シャドウを入れていってあげます。でこういう黒の下書きの影も濃いめの唇の色に変えてあげます。これでだいぶ唇らしさは出てきてるかなとは思います。はい、ではここまできたら、次は反射光、ツヤ感、このリップ自体がすごい光の反射率が高いんだっていうことをお伝えするためにも、光の周りの反射光っていうのをちょっと、当てていきたいと思います。その前にここの溝のハイライトちょっと入れますね。この溝のハイライト、はい、で反射光というのが例えば、この下からのこの辺ちょっと、まずはこの下からのこういった反射光、こういうのを入れるだけで、わこれすごいツヤツヤなんだっていう風にね、伝えることができます。なので下からの反射光を程よく入れていってあげます。これはもう3個目の光というか、反射光をどんどん入れていってあげてください。ここで突拍子もなく明るい色を入れたりするとまた不自然になるので、その辺は気をつけていきながらという感じになります。この辺にもこの立体感としての下からのツヤ照り返し書いてあげます。この辺にはもうだいぶねぬめっと、この辺にはもうだいぶこう束になってぬめっと光というか反射が入りますね。こういうのが入ると下からの、反射が映っているような錯覚に陥るので、見た時に印象としてはぬめってるなみたいな、印象を与えれます。これはピカピカの描き方とかでやった時と同じですね。何か反射しているような風に映っていれば、それであればあるほどツヤツヤに見えます。例えばこの溝のこのプリプリがここの上のここに映ってたりとかというような、もういろんなバチバチした反射を入れていってあげます。ツヤですね、ツヤを入れていってあげます。あとはこの辺の下からのこの辺にもこういうツヤの光が当たるなという感じです。はい、あとはもう少し暗くてもいいんじゃないかなとか、そういったところを整理していきます。この辺もう少し暗い光当ててもいいんじゃないかな。ちょうどこのリードの、ね、筆のタッチを利用して唇のシワというか、そういったものも表現しながら
一石二鳥でね着色していってあげます。この辺からはどんどんそのままオートマチックに色選びを調節しながらという感じです。でこの辺に関しては唇を塗る前のオリジナルの色を入れてあげます。内側の皮膚の色という、唇オリジナルの色と、サイドを下げてあげまして、目とそのままでいいぐらいですね。この辺です。するともっと人のこの生々しさっていうのは出るかなと。この辺ですね。こんな感じで唇塗る前の色がちょっと見えてる感があるというか、で自然につなぐためにちょっとサイド上げて間にワンクッション色を入れてあげる。という感じです。ここからはもう少し暗くてもいいなとかですね、どんどん色を足していってあげます。前半はちょっとある程度理論的に詰めていって、後半は写真をある程度参考にしながら描くというイメージです。すると時間もかなり短縮できます。なのでこの辺のリップ未使用の色があるところの色を暗くして、この辺ももう少し再度落とした色を入れてあげます。下からのこうつながりですね。こんな感じ。はい、ということで、まあ、もう少し色は詰めていけたらなとは思うんですけれども、この辺ももう少しここ上がっていっていいなという感じですよね。この辺ちょっと飽きすぎですね、色がもっと詰まってていいですね。この辺という感じです。はい、はい、ではここまで来たら一旦選択解除してあげまして、この唇の周りの境界線を再度下げて明るくして、もうちょっとね繋いであげます。唇とぼかすというか、一応唇とつながっている分野なので、こんな感じで唇とつないであげつつ、つないであげつつですね、この境界には光しっかり落としていきつつと、この辺の不自然なところも、こうチャンスですね、光を角には当ててあげながらというような感じで、まあ、不自然になった部分は調節しながら、やっていきます。はい、ではこの下のアンダーの方もやっていきます。つないでいきます。この辺の明るめの色を取ってつなぎます。つなぎまして、この辺に関してはもう本当に明るい色がね当たってますので、黒の境界は全く消してあげる、まあ消してあげるというか、この下のレイヤーでこうやって消してあげてもいいんですけれども、そんな感じでいらない部分は消していきます。はい、では次この唇一旦ある程度形になったら、次はこの口の歯の部分です。歯の部分を一旦選択してあげます。で、陰影をもう少しつけていってあげます。ここもう少し暗めの色を取って、もう一段階暗めの色をのせてあげます。光が届かない場所ですね。はい、ではそしたらもう少し光が当たるなと思う部分にはもう少し明るめの色を次置いていってあげます。こんな感じです。こうやって 1,2,3 色ぐらいもう入れると本当にだいたい形になってくるので、着色の時は皆さん焦らずに、はい、ここがちょっと明るいな、ここが少し暗いなと、冷静になれば必ずできるはずです。こんな感じで口は OK というところです。あとは一番上に黒でカチッとね締めてあげます。ここに変なハイライトが入ってますね。こんな感じで、黒で締めてあげます。はい、ということで、なんか歯並びおかしな方にはなりましたけども、こ
これで口は OK かなと思います。そしたら、最後にですね、この周りの唇周りを、軽くこうなじませるためにも一体感をつけていきます。ですね、まずこの地肌の色を取りまして、で一段階暗めの色、明度を下げて再度上げます。そして、大雑把に暗くなるであろう場所を、この下書きの黒いペンの下でいいので入れていってあげます。一段階暗くなるであろう場所ですね、この唇、最初のスケッチで確認した場所です。光が落ちる場所に着色していってあげます。シャドウを落としてあげます。こんな感じで、この辺もちょっと落ちるかなと、はい、そしてこの鼻のこの筋ですね、この辺もちょっと暗くなるのかな。はい、では一段階暗くしたら、次は一段階少し明るい色、これでもう一段階暗みになる場所に着色、色のせします。はい、でこの辺はもう本当に違う黄色めのライトが当たっている感じになります。こんな感じで、でここだけちょっと明るくなるので光が落ちて、少し赤寄りになりつつ再度下がりつつという感じですかね。こんな感じで、ここも少しこういったシャドウが入り、そして光つないであげまして、あとはこの辺からちょいとこうシャドウが入りますね。はい、ということでだいたいこういった感じになってくるかなと。あとは一番上のまたレイヤーにこの、黒線のスケッチ消すようにですね、濃いめのシャドウを入れてあげます。濃いめのシャドウ、この辺真っ暗ですよね、この辺真っ暗。今回ニッコラルではなくてこのリードというペンを使ったんですけども、ぜひ皆さん使ってみてください。ニッコラルよりもペン先は、固めというかペン先があるということで、結構使いやすい、どちらかかなという感じですね。ベタ塗り表現の場合はもうニッコラルか、リード、これが一番おすすめになります。この辺も再度上げつつ、ということで、はい、ということで、以上で今回の、唇の描き方講座はこの辺でね、以上となります。この描き方とかこのクオリティっていうのがね、最終着地点というよりは、皆さんでも本当に分かりやすい、描き順をちょっと説明してみたような形になります。なので一番最初冒頭にご紹介したパックンチョの描き方ですよね。このイラスト自体もそもそも最初の始まりは、パックンチョの形取りからだったと思います。でその後このセンターのボリューム取ったりとか、人の唇らしくするみたいなところ、あとは着色も一つ一つ、順を追って一個一個見ながら、塗っていけば、ある程度そのお絵描きを楽しむぐらいの、ね、表現を皆さんできるようになっていくと思います。ということで本日は、唇の描き方をご紹介してみました。またですね、顔の部位でもいいですし、何かこういう描きたいものがあると、そういったことがあればぜひリクエストいただければ、
いつもね、花さんが人の似顔絵を描くということにフォーカス、似せるということにフォーカスして、紹介してくれてますけども、まあ、アドに関しては似せるとかはね、あんまり、まあ、得意ではないですけども、質感表現、まあ、基本的な、お絵描きの本当に基本的な考え方ですね。そういったことをご紹介していければと思いますので、またリクエストなどあれば、ぜひ、コメントまでお待ちしております。で、また今日の、このお伝えした中でも分かりにくいこととかあれば、コメントしていただければと思います。今コメントいただいている中でも、今日はリードを使って紹介させていただいたんですけど、またいろんな、筆先を使っておすすめの筆先も紹介していけたらなと思います。では本日はここまでとなっております。次回、花さんの似顔絵紹介か、もしくはまあライブスケッチとかもね、あると思いますけども、お絵かきうまくなろうクラブの動画をぜひ視聴していただきながら、一人で描いて寂しいなという方とかのね、支えになればと思います。そもそもアドも一人でずっと描いてきて寂しかったなという思いで、このお絵かきうまくなろうクラブを発信してますので、ぜひ皆さんとお絵かきうまくなっていけたらなと思います。特にお絵かき始めたてでね、もう難しいなって挫折しそうになっている方の支えになればと思います。では、最後までもしご視聴いただいたら、ご視聴いただいた方々ありがとうございます。次回も、お絵かきうまくなろうクラブを、楽しみにしていただければと思います。それではご視聴ありがとうございます。さよなら。我々の似顔絵オーダーも絶賛受け付けております。花さんの似顔絵にご興味がございましたら、インスタグラム似顔絵花で検索していただければ、たくさんサンプルをご用意しております。こちらのサンプルをご覧いただいて、どんな作品があるのか、どんな似顔絵描いてくれるのかっていうのが分かるようになっております。なのでこちらのインスタグラムのダイレクトメッセージからご注文お待ちしております。そしてもう一人のアドさんですね、いつも研究してくれてます。インスタグラムはキッティンボーグで検索お願いいたします。こちらはインスタグラムダイレクトメッセージよりお問い合わせをお待ちしております。そして最後に、お絵かきうまくなろうクラブのインスタグラムアカウントもご用意しております。こちらでは YouTube のですね、更新の予告なども、更新しておりますので、こちらからメッセージなどお待ちしております。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録まだの方はぜひね、お願いいたします。はい、で次回の更新もね、頑張ってまいりますので、楽しみにしていてください。それでは今日はこの辺でお別れです。さよなら。